こう、まあ、運転席右側だから左につけたりしてる、だから左半の車とかはこう右側につけたりするのかな、ね、もしかしたら、うんうん、場所が違いますね、右ハンドルと左ハンドルで。じゃあカマロは、カマロ、カマロはついてるわけないじゃないですか。ついてるわけじゃない。皆さんこんにちは、メカニック TV サポーターののんちゃん R です。ゆりやさん、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。こちらのチャンネルは整備士や車が好きで興味がある方に向けた情報チャンネルです。株式会社レソリューションがお届けいたします。本日は用意されたトークテーマについて、自動車整備士免許を持っているゆりやさんとメカニック TV サポーターの私で深掘りしていこうというトーク会です。はい、はい、本日のテーマは、最近ではドラレコの装備車がとても多くなっておりましたが、フロントガラスに物を取り付けるときには注意が必要な場合があります。今回はフロントガラスに関する保安基準についておさらいをしてみましょう、うん、ということでフロントガラスの話。フロントガラス結構制限多いですよね。そうなんですよ、普通に、うんうん、皆さん気づいてないかもしれないんですけど、うん、細かく決まってますもんね、うん、意外とね、なんかあの今だってさ、増えたじゃないですか、いろいろつけるこうセンサーがついてたり。そうですよね、うん、あとなんだ、 ETC とかもほらつくじゃん、うんうん、で、まあ、ドラレコももちろんつけるじゃん、ね、なんか新しい車結構フロント部分ごちゃごちゃしてる。そうですね、けど一応収まってる、保安基準のうちには。そうですよね。そう、これあの最近の車あれですよ、車検ステッカー貼るとこないです。ああそうですね、それでも分かる、うん、そう、うん、あのちっちゃいステッカーとか、あだって、まあ、丸は貼れるけど、うんうん、ちっちゃいステッカーだってこう昔はセンターに貼れたので、そうですよね、センターに貼れたけど今もう全部ついてるから、うん、こう脇の方にペッて貼ったりとか。そうですね、ワンセグのとかあるとあれどうしようかなと思って。はい、うん、あれは迷う、うん、そうだよね、あれもだってちゃんとね、起点のところに収めてないとダメですからね。そうですよね、はいはい、うん、で一応フィルムおよび着色ガラス装着した現状で、うん、可視光線透過率が 70% 以上必要、ね、うん、これフィルムとかもそう、うん、そうですよ ね、 ですよね。だからフィルムを貼ったりしても、うん、やっぱり決まりがそうなんですよね、うん、決まりがない、車検通んないですもんね。通んないですよね。結構フィルムとかはもう基本ダメ、まあ、ですよね。よくですね、カスタムカーとかだと鉢巻きとか、うん、ね、そう、GT マシンみたいにね、うん、そうそう、つけたりとか、あれは大体ダメですかね、うん、中には平気なのもあるんですよね、うん、あの透けて見えたりするようなのがあったり、そう、中から見えてれば OK なの、うん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 、中からちゃんと、うんうん、幅とかも決まってますけどね、幅、うんうん、幅は何何、上から 20%、 20%、 20%、 それ何、計算してつけるってことか、なるほど、ガラスの上端からガラスの上下長さ 20% 以内、またはルームミラー、うん、左後ろなど装着可能な場所は限定されている。あ、これでもドラレコ、うん、あ、そっか、うん、でも 20% 以内、うんうんうん、っていうのが法律の決まり、うんうんうん、だってつけられるものもあれでしょ、多分まあ車検ステッカーしかり、うん、決まってるでしょ、決まってますね、ドラレコとか、うんうんうん、あとまあセンサー関係、そうですよね、アンテナよね、うん、だ結構なんかおじいちゃんとかでもお守り、うん、あれか、そう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 ですね、ペッてくっつけて下げてあるやつ、そうです、そうです、あれダメなの、本当はなんかダメっていうのを聞きました、じゃあ車検の時こう、うん、外して取られちゃう、そうですね、うん、まあまあ確かにね、でもつけてる人多いですよね、多い、多いね、うん、だってそれ用みたいな感じじゃん、売られてる仕様がさ、つけてくださいぐらいのばかりの感じなので、あ、まあ、確かにカーブとかでね、うんうん、曲がるときにあれがあってこう人が見えなかったとか、そうですよね、そういうことになると、うん、ちょっと運転には危ない、危険だから、うん、はい、そうだね、うん、日々、あ、飛び石、うん、そうですね、飛び石ね、結構ありますよね、気づかない、気づかないんだよね、とかもするので、気づかない、しかもね、意外とね、ちょっとの傷でも、うん、車検ダメですかね、そうですね、厳しいですね、そう、うん、そう、ちょっとでも車検ダメ、そうですよね、うん、あれ怖いですね、あれでも本当ちょっとの傷が知らぬ間に大きくなったりするんで、そう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 、危ないですよね、うん、大きくなったガラス、うん、あれはもうついたら交換なっちゃう、そうですよね、あれでもリペアってグレーなとこなのかな、でも結構やりますよね、いいかな、その辺の話、うん、ちょっと
うんうん、お店でね1万円ぐらいとかでね、実費とかぐらいができたりするので、その辺結構皆さんが見落としがちなところだと思うんですけど、うん、やっぱり気にしないとフロントガラスに危険ですからね。スピアさんがドラレコの取り付けとか。ドラレコやりますよ、めっちゃ。おめっちゃやるんですか。トラックもつけます、ドラレコ。トラックもでも大体同じような感じかな。あの乗用車と同じタイプだね。フロントとリアで別のをつけてるんですけど、フロントは大体乗用車と同じの。であのなんていうの、やっぱつけるとこは考えてつけないと見えなくなっちゃうんで、はい、こうまあ、運転席右側だから左につけたりしてる。だから左ハンドル車とかはこう右側につけたりするのかな、ね、もしかしたら、場所が違いますね、右ハンドルと左ハンドルで。じゃあまたカマロ、カマロはついてるわけないじゃないですか。いいんですか。ないけど、でもあれつけたら結構ね見えない気がする。なんか あ、なるほど。フロントガラスがこうすごい傾斜なんですよね、あの車、ドラレコつけたら邪魔だな。邪魔になっちゃう。邪魔だ。邪魔になっちゃう車もあるということで。でもつけた方がいいですよね。まあそうですよね。つけた方がこの時代を、今の時代。私もドラレコつけてますね。でしょ、はい、だってフル装備じゃないですか。フル装備ですね。配信機器はついてる。前後ですね。あ、前カメラと後ろカメラでつけて。え、それ純正？いや、後でつけた、後付けで、はいはい、今なんかこう、なんだろう、やはり純正なのかな、あのバックカメラとこう一体になってるやつとかがあって、 あれオプションなのかな。うちのトラックとかついてますね。それトラックだけなんですか、トラック、わかんない。あ、でも乗用車、メカ TV でつけましたよね、一体のやつ。だ、車外でそんなのも出てるんで、そうですね、そう、いろんなのが便利ですよね。便利、あれだったらいいかも。ミラー一体式だったら貼り付けないから、そこでフロントガラスのこの生地をかけられる。ちゃんと基準守りながらつけないと意味がないので、ね、気をつけてつけましょう。お守りは車検の時は外してください。つけちゃう。あ、てかもしそもそもつけちゃう。そもそもつけちゃう。そもそもつけちゃう。はい、ということで本日のトークテーマについてのお話はこのあたりまでにしておきましょう。視聴者の皆様からもこんなテーマで話してほしいというリクエストがありましたらコメントなどお寄せください。さて本日のメカニック TV はここまで。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。メカニック TV 最後まで見てくれてありがとう。なんかね、うさぎさんからお願いがあるらしいよ。はい、チャンネル登録やいいね、あとチャンネル登録の子にあるベル、あとコメントなどよろしくお願いします。